今回の問題。デフォルトゲートウェイを設定するルーターは PC などのクライアントが最初に通過するルーターになるので、ファーストホップルーターと呼ばれます。ファーストホップルーターを冗長化するプロトコルのことをまとめて何々と言います。この何々はシスコ独自のプロトコル何々や標準化されているプロトコル何々がよく利用されています。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。ファーストホップルーターを冗長化するプロトコルをまとめてファーストホップリダンダンシープロトコル FHRP と言います。この FHRP はシスコ独自のプロトコル HSRP や標準化されているプロトコル VRRP がよく利用されています。お世話になっております、マサルです。今回から第7章 L3 冗長化をテーマに勉強していきます。それにしても驚きましたね。今は CCNA の範囲で L3 の冗長化勉強するんですね。私が CCNA を受験した時は L3 の冗長化は CCNP の範囲だったように記録しています。 CCNA の試験範囲はどんどん広がっていて難易度が高くなっていると言われているので、できるだけ早く取得した方が良さそうですね。あとなるべく早く取った方が良い理由をもう一つ最後のおまけトークで伝えるので、もしよければ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。皆さんが CCNA を早く取得できるように私もこれから動画作成頑張っていくので、一緒に頑張っていきましょう。それでは今回も始めていきましょう。安定したネットワークを作るためには、今まで勉強したスパニングツリーやイーサチャネルのような L2 の冗長化の他にも L3 の冗長化が必要です。その L3 冗長化として挙げられるポイントの一つがデフォルトゲートウェイの冗長化です。デフォルトゲートウェイというのは異なるネットワークへ通信するときの出入り口でしたね。デフォルトゲートウェイを持つルーターは PC からすると最初に通過するルーターになるので、ファーストホップルーターと呼ばれることもあります。もしこのデフォルトゲートウェイを持つファーストホップルーターが何かしらのトラブルで利用できなくなってしまった場合、他のネットワークと通信できなくなってしまいます。そこでこのように予備のデフォルトゲートウェイを用意しておくという対策が考えられています。まず予備のデフォルトゲートウェイを単純に2つ用意した場合で考えてみましょう。普段はこちらのファーストホップルーターを使って通信を行っています。しかし普段利用しているファーストホップルーターに障害が発生して使えなくなってしまいました。その場合、用意している予備のファーストホップルーターに経路を切り替えれば良いのですが、PC などのクライアントに設定できるデフォルトゲートウェイの IP アドレスは基本的に1つなので、そのデフォルトゲートウェイの IP アドレスの切り替えがこの構成だとかなり手間がかかってしまうんです。具体的には PC に設定しているデフォルトゲートウェイを末尾254から新しいデフォルトゲートウェイ253に変更する必要があります。通常デフォルトゲートウェイの情報は DHCP サーバーから配布していることが多いので、デフォルトゲートウェイの設定変更をまずは DHCP サーバーに行います。ただ DHCP サーバーの設定変更しても即時その設定がクライアントの PC に反映されるわけではありません。クライアントは DHCP サーバーからの設定情報を一定時間保持するようになっているので、デフォルトゲートウェイの情報は即時には更新されないんですね。 PC で DHCP サーバーからの情報をすぐに再取得するためには、PC で DHCP サーバーの既存の設定値を一旦開放して再取得する必要があります。再取得することでデフォルトゲートウェイの設定が変更されて新しい通信経路に切り替えることができます。このように単純にファーストホップルーターを二重化した場合、切り替えまでに手間がかかってしまい、その間クライアントは他のネットワークと通信することができなくなってしまいます。このような問題を解決するためのプロトコルがファーストホップリダンダンシープロトコルです。 FHRP はファーストホップルーターを冗長化するプロトコルの総称で、具体的にはシスコ独自の HSRP や標準化されている VRRP などがあります。他にも FHRP のプロトコルは存在しますが、 CCNA で求められるのは大きくはこの2つの知識です。現場では標準化されている VRRP を目にすることが多いかもしれません。今回はまず HSRP の場合でお話ししていきます。HSRP を使ってデフォルトゲートウェイを冗長化した場合、ファーストホップルーターは仮想的に1台のルーターとして振る舞います。 PC には
仮想ルーターの IP アドレスをデフォルトゲートウェイに設定します。この状態で PC から外部ネットワークへの通信が発生した場合、実際には HSRP が設定されたルーターの一つがアクティブルーターとして機能してパケットを中継してくれます。もしアクティブルーターに障害が発生した場合は、スタンバイしていたスタンバイルーターが IP アドレスを引き継いでデフォルトゲートウェイとして働くようになります。 PC はデフォルトゲートウェイの設定を変えることなく通信経路を変えることができ、通信を復旧させることができます。それではここまでの流れをパケットトレーサーを使って実習してみましょう。パケットトレーサーに移動します。それでは今回は HSRP による切り替えをパケットトレーサーを使って体験してみたいと思います。まず前提の説明ですが、各 PC は業務サーバーと通信できる必要があります。各 PC というのはこの PC とこの PC、そして業務サーバーが真ん中にあります。左の単純に二重化している構成はファーストホップルーターが2台置いてあるだけです。右の HSRP の構成では FHRP の一つであるHSRP を使ってデフォルトゲートウェイを冗長化しています。どちらの場合も DHCP サーバーから IP アドレスを取得しています。現時点では業務サーバーと両方とも通信することができます。ではまずは単純に二重化している構成で障害が発生した時にデフォルトゲートウェイを切り替えるのにどのような手間がかかるのか一緒に見ていきましょう。まず PC1 から業務サーバーに連続でピングを実施します。PC1 を選択して業務サーバーの IP アドレス 192.168.20.1 を指定します。ピングのオプションで -t をつけると連続でピングを打つことができます。現在は問題なく業務サーバーから応答の通信が返ってきています。現在 PC1 のデフォルトゲートウェイは 192.168.10.254 で設定しています。そこでこちらのリンクを削除して障害を発生させてみたいと思います。こちらのリンクを削除します。障害が発生しました。障害が発生するともちろん業務サーバーと通信することができなくなってしまいます。単純に二重化している構成では予備のファーストホップルーターにデフォルトゲートウェイを切り替える必要があります。デフォルトゲートウェイの値は DHCP サーバーから配布されているので、まずは DHCP サーバーの設定変更を行います。 DHCP サーバーをクリックしてサービスズを選択して DHCP を選択してください。ここのデフォルトゲートウェイが今末尾254になっているので、こちらの末尾を253に変更してセーブを押してください。すると DHCP サーバーで配布するデフォルトゲートウェイの情報が253に変更されました。ただご覧の通り PC は相変わらず業務サーバーと通信できない状態が続いています。この理由は先ほども説明したように、PC などのクライアントは DHCP サーバーから送られてきた情報を一定時間保持して使い続けるので、一旦 PC では DHCP サーバーから送られてきた情報を開放する必要があります。特定のコマンドが必要なので、ここでは一旦ピングを止めます。コントロール C でピングを止めることができます。ではこの状態で ipconfig と入力して Enter を押してください。すると IP アドレスなどの設定情報を確認することができます。今はデフォルトゲートウェイが末尾254になっていますね。なのでこちらのルーターをデフォルトゲートウェイとしています。DHCP サーバーから新しい情報を取得するために一度 DHCP サーバーから送られてきている情報を開放します。開放するためのコマンドが ipconfig/release です。このコマンドを投入してください。すると DHCP サーバーから取得した情報を一度開放します。設定値が全て0になっています。情報を開放したら新しく情報を更新し直しましょう。 ipconfig/renew です。コマンドが投入できたら Enter を押してください。すると DHCP サーバーから新しい情報を取り直します。デフォルトゲートウェイが 10.253 に変わっていますね。デフォルトゲートウェイの設定が変更できたので、今ピングをすれば通信が復活しているはずです。このように業務サーバーと通信が復旧することができました。今見ていただいたように単純に二重構成にしている場合はデフォルトゲートウェイの切り替えに一定の操作が必要となり、その間クライアントは通信ができなくなってしまうので、単純に二重化しているだけだとあまり良い方法ではありません。そこで次は HSRP を使って冗長構成を取っている場合を見ていきましょう。同じように PC から業務サーバーに対して連続でピングを実施します。業務サーバーに対して連続でピングを実施します。現在は通信ができている状態であることを確認できました。現在この PC はデフォルトゲートウェイとして末尾254を指定していますが、
この254というのはこの2つのルーターで組んでいる仮想ルーターが持っている IP アドレスです。この2つで仮想ルーターを組んでいるので、実際にはどちらかがアクティブルーターになって通信を中継してくれています。どちらが通信を中継してくれているのか、シミュレーションモードを使って確認してみたいと思います。ここでシミュレーションモードを選択して、フィルターが ICMP だけになっていることを確認しておいてください。確認ができたら時間を進めて、どちらの経路を使っているか確認してみてください。私の場合だと左のルーターがアクティブルーターになって通信を中継してくれていることが分かりました。経路の確認ができたらリアルタイムモードに戻してください。左側のルーターを使ってパケットを中継していることが分かったので、こちらのリンクを削除して障害を発生させてみたいと思います。障害が発生した時にどのような動きになるのか見ていてください。ではこちらのリンクを削除します。障害が発生しました。障害が発生するともちろん業務サーバーと通信できなくなる時間が発生します。しばらく通信できない時間が続きましたが、このように通信を復旧することができています。 HSRP を使った構成だとクライアントに対してデフォルトゲートウェイの設定変更が必要ありません。 PC 側、クライアント側の設定変更が不要なので、こちらの方が利便性が高いと言えますね。このように HSRP を使うと、片方のルーターに障害が発生した場合にもう片方のルーターが役割を引き継いで通信を中継してくれるようになるので、とても便利な機能だと言えます。それではパケットトレーサーを使って、今回は HSRP を使って切り替えを見てもらいました。今回の実演は以上です。お疲れ様でした。それでは最後に問題の復習をして終わりにしましょう。デフォルトゲートウェイを設定するルーターは PC などのクライアントが最初に通過するルーターになるので、ファーストホップルーターと呼ばれます。ファーストホップルーターを冗長化するプロトコルをまとめて FHRP、 ファーストホップリダンダンシープロトコルと言います。この FHRP はシスコ独自のプロトコル HSRP と標準化されているプロトコル VRRP をしっかり覚えておきましょう。次回からこの2つのプロトコルを詳しく説明していきます。それでは今回動画は以上です。最後におまけトークも入れているので、もしよければ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではおまけトークです。 CCNA は試験範囲が広くなってますよという話を前半したんですけど、受験費用に関してはなんと2020年2月24日に改定を行い、受験料下がったんですね。従来の受験料は39,600円、税抜き価格、税込みで言うと4万円を超えるというとんでもない値段だったんですが、現在は33,600円、かっこ税抜きとなっています。受験料下がっていますね。この情報は2022年4月27日現在の情報です。これは良かったですよね。自分が CCNA を受験していた時はどんどん値段が上がっていって下がることというのはなかったので、値段が下がっている今がチャンスかもしれません。世界的にも不安定なこのご時世で円安などが響き、また試験費用が上がるということも起こり得ると思います。受験費用が安いうちに CCNA 取得していきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。